今話したいバディーズがいるということでご無沙汰しております。欅の種です。ということで、半年ぶりの YouTube 更新ということで、生きてます。生きてますという表現も変なんですが、ということで、生きてる証に本人が出てきました。映像として。ね。こんな人です。ということで、本当に約半年ぐらいですね、YouTube 更新を、滞っておりました。その間、おたかつバリバリしまくってました。ただ YouTube を休んでたというだけでございまして、まあまた復帰しましょうと言ったところで、ちょっとタイミング見計らってたんですが、もうここしかないですね。今、12月の11日ということですから、皆さんお分かりでしょう。昨日無事終わりました、桜坂46ファーストアニバーサリー in 武道館のライブでございまして、本当に僕は現場の方には行けなかったんです。今回はもう配信でということで、見てたわけですが、生ではなくて、仕事が終わったのがちょっと遅かったもんですから、アーカイブというか見逃し配信の方でね、見させていただきました。よかったね、いいライブだった。いや本当に最高、今までの、桜のライブの中で一番って言ってもいいぐらい、まあ、どのライブも常にその時の一番なんですけど、やっぱりその最大値をどん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 更新してってる印象のライブだったように感じます。どこから話そうかなっていろいろ思って、まあ今回はちょっとライブ全体のことの感想をちょっとやって、で瀬取りについてこうやっていくのはちょっとまた別の動画でやろうかなと思ってますんで、まあ、配信の方で見させていただいてたんで現場には行ってないんですけれども、まあ、今回はね行けない分ということで、花を祝い花をね連名で出させていただきまして、有志で集まってですね、多くの方に参加していただいて、立派な花が、こんな立派な花がね出させていただいたわけですけれども、本当にね毎回、まあ毎回というか今回2回目だったんです、このグループで花を出すのが。いや本当にありがたい。もう一人じゃできないんですよ。そのお金を管理したり、その発注かけたりとか、いろんなことをしないといけないんで、一人じゃできない。で、僕はもう基本的には、そういうお金の管理苦手だったりとか、その、まあ、発注のあれがちょっと、まあ、つてとかもあんまなかったので、まあ、他の方にお願いして、で、僕はこのプレートですね、花につけてる、こう、名前を書くやつ、ああいうののデザインとかを手伝わせてもらったりしてました。いやー、ね、現場で見られた方いたらぜひコメントの方で教えていただければななんて思います。見た感想とかがあればね。このね、玉がついてたんですけど、この中桜が入ってたんですよ。なんかそういうのも凝っていただいてね、本当花作っていただいた業者さんに本当ありがとうございますって、ここで改めて礼を言いたい。本当に、いつもありがとうございますって感じなんですが、まあまあそういう花を送って、まあ、気持ちだけでも武道館にっていうので、今回は配信で見させていただきましたけれども、まあ、今回のライブの位置づけとしては、まあ、1周年ということで、まあ、去年の12月9日に、ノバホでデビューをした、ノーバディーズフォルトでデビューした日からちょうど1年の節目の日に、武道館でライブをすると。で、ノーバディーズフォルトの、まあ、デビュー日の時は映画館でのライブビューイングでデビューカウントダウンライブを、見たのを覚えてますけれども、その時は無観客で、会場がね、でなんかこうすごく緊張してるメンバーの気持ちが伝わるようなライブで、なんか映画館でこうなんかこうイエーイって乗り上がるよりは、なんかあーよかった無事にデビューできてみたいな、無事に活動が再開で、まあその前のね欅坂でこう皆さんダメージというか終わってしまったこう悲しさに、苛まれながら、こう心ごちゃごちゃになりながらだった、まあメンバーも当然そうだったと思うんですけど、そういった中でのデビューカウントダウンライブから1年経った昨日、おとといだったわけで、なんていうのかな、1年でこんなにも成長するんだねグループってっていうのが改めて思いましたよね。で、まあ合わせて、まあ今回は守屋茜さんと渡辺里香さんの、まあ、卒業ライブも兼ねてた、まあ、卒業セレモニーが、まあ、アンコール後にあったんですけれども、やっぱりそこも一つね、まあ欅を引っ張ってきてくれたお姉ちゃん二人が卒業していくっていう意味で言うと、本当に今思い出してもなんかこうグッとくるものがありますけども、まあ、やっぱりキラーのね最後のスピーチが最高でした。もうこれだけは言いたい、本当にキラー最高。
で、まあまあまあ、そういった中でのライブ、それからまあ、おとといの1日目の段階でもあったんですけども、小林由依さん、ゆいぽんの復帰も、ありました。で、ジャマイカビールね、新曲のジャマイカビールの披露も初めてできたと。いや、あのね、ゆいぽんの復帰の、まあ、初日を僕見てないんで、ね、現場の人しかわからない感動だとは思うんですけども、でも、2日目の演出も多分ほぼ一緒の演出されてたんだろうなとは思って見てたんですが、あの、その前の曲が、無言の宇宙なんですよね。で、無言の宇宙で、ゆいぽんが、セリフが、必ず帰ってくるっていうセリフがあるんですよね。で、それが、その前の曲であって、だからなんか復帰感が少しこうちょっとあるわけですよ。でそれで曲終わって暗転して、で、ステージの真ん中がバッとこう大きい掲示板、スクリーンが縦に長いスクリーンがあって、それが観音開きでバーって開いていくと、後ろに小林由依っていうその後ろのスクリーンに書かれて、白い文字でね書かれてた前に、ゆいぽんがこうそのジャマイカビールの衣装で立ってるわけですよ。かっこいい。で髪をかき上げながらこうその階段降りてきてソロダンスを始める。いや、メガネも曇るわな、こんだけ熱量で喋ればっていうぐらい本当にねかっこよかった。でその後ジャマイカビールを、かりんちゃんとひかりんと3人でやって、いやなんかね、まあ、欅と比較するっていうか、欅の頃でちょっとこうフラッシュバックするのが AM のなんかとすごくこうなんかフラッシュバックするような演出で、さらになんかかっこよさも感じるぐらいの、いや良かったですね。ゆいぽんの復帰もまあすごく嬉しかった。まあ無理いきなりねこうフルスロットルでっていうわけには結局いかずに、まあジャマイカビールと流れ玉だけ、パフォーマンスはしたんですけども、流れ玉もだから最後の最後にペイちゃんがいるオリジナルメンバーで全員揃った流れ玉が見れたっていうのだけでも僕は良かったのかななんて思いますけれどもね。本編のラストでしたけど流れ玉がね、いや本当にね、もうどの曲も良かった。でいきなりだって頭でバンとか、いや正直今回そのまあセットリストをで行くと1番目にバンがあって、 MC 挟んで美しきナーバス行って半信半疑ってそれが愛なのにってっていう、このバーッとダンストラック系が続いて、その後にまたダンストラックが入って偶然の答えに入るんですけど、まあすごいですよこの勢いというか。で特にこう半信半疑それが愛なのに、ここてんちゃんのこのセンター曲が2曲続くダンストラックのね、もうねてんちゃん無双がここ止まんないの、もうてんちゃん最高っていう、やっぱすごかった。でまあプラス今回のまあライブ見てて、配信のカメラがそうだったのか、そのスクリーンのがそうだったのか分かんないんですけど、ワンショットの撮影がすごく多かったなっていう印象はすごくありましたよね。こう一人を画面で抜く写真映像が多かったなっていうのが、ですごくその表情が豊かでかっこよくて可愛くてっていう感じで、ナーバスとかすげえ可愛いのな。なんでだろうね。もう昨日のだからライブ序盤本当どの辺ぐらいまでだろう。もう本当重さびぐらいまでかな。ずっとなんか鳥肌が立ちっぱなしみたいな感じ。いやすごく良かった。で時折こうまあ卒業するアカネンとかペイちゃんが抜かれるわけですよ。でその表情がすごく、まあ、晴れやかだったり嬉しそうだったりするわけですよね。もうそれだけでもうこっちはもう号泣案件ですよね。もうグッとくるわけですよ、それ見るだけで。ああもうこれ見ると最後なんだよな。だからバンのあの青子ポーズとかも、ペイちゃんが青子ポーズするのが抜かれるのも、もうこれがラストなんだと思うと、もうそれだけでああってなっちゃうわけですよ。もうそんなぐらい、いやもうどのシーンももう印象深いシーンでしたね。マイクロスコープの時にかりんちゃんがアーコポーズやってありがとうやったりとか、あとそれが愛なのね煽りでね、一生の思い出最後の思い出作りましょうっていうアカネの煽りとかも良かったし、
いやもうね、いいとこだらけで、本当に MC もだから今回そんなに実は多くなかった。まあ当然その最後にね、セレモニーがあった関係でだとも思うんですけど、もう MC 本当に最小に抑えた感じでやってましたけども。でまあそのセレモニーの話もちょこっとしないといけないんでしょうけども、セレモニーはもうダメだよ、あんなに泣かしちゃ。でその後何が嬉しいって、青まりですよ、この畜生め。最近ちょっとキラ推し度合いが増えてってるっていうと、これ推しのみーちゃんに怒られそうなんで、まあソニアでね、ああやってセンターでこう踊って、あのね、